それじゃあ始めていきましょう。バイオハザード HD リマスターズ編。この間のちょっと怪しい地下探索編ですね。それじゃあ行きましょう。この先に何があるのかすっげえ怖いんだけどな。ほら、もうなんかいそうだもんな。怖いな。まだ先あるの？ああ、扉の先がなんかありそうだな。ああ、来た。じゃあ、こっから。何があるのか、楽しみですね。さあ、扉の先に何があるのか、オープンしていきましょう。オープン。うわー、これどこについてんの？ん？これ。おお、あ、この下降りるんか。降りていこうじゃないの。うわー、これ バーリー、ジル、お前どこ行っ生てきてたのか。いや、それは逆セリフだ生きてよ。よかった。俺はてっきりお前が。なんで？やっぱりな。どういうことなの？バリ。落ち着け。殺すつもりじゃなかった。聞いてくれ。ふざけないで。そのマグナムがでかすぎて動いて、ん、なんだ？くだり野郎が来た。あ、キモい。いえ、何してんの？いやー、なに？しまった。話は後だ。銃を返してくれ。銃を返す？おい、マジかよ。でもな、お前にも戦ってもらおう。戦え。やる気満々じゃないか。ベリー。あ、押せるんか？こいつ。あ、バリー。これ落とすんか？こいつ無敵やで。あ、バリー頑張って。 お前のマグナムが一番鍵なんだ。なんかこれを落とすんかな。ないんすか？どうすんだ。バリー、撃て。キャー 来ないで。これどう、これなんだ、これ。何？あ、いた。あい、ママ。何、ママを取って。何をす、ちょっと待って、どうしたの？ 外国ママをもっと落ちていったよ。 ちょっと待って、あ、そういう仕掛けか。ここの重りを通して、ここのママの頭、ママを見つけて落ちていったん。これでいいんか？バリ？あいつは本当にくたばったのか？やめろ、ドヤ顔が。ここは俺に裏任切りせて、者先にが。行け。わかった。またそのパターンか。どっか行くんやろ、バリーは。バリーがこちらを見守っている。この場はバリーに任せよう。またどっか行くんやろうが、もう本当に。ちょっと先行くでとか言いながら、エレベーター乗って行ってくれた。あ、そうなんやとか思いながらさ、行くんだけど、あなた無言じゃん。鎖野郎落ちていったの大丈夫なのか、これで。あとは何もない。え、この倒し方でよかったんか？ってか倒せたんか？倒せたんだろうね。 いや、めっちゃ面白かったわ、さっきの。やばいな、これ。なんだ、乗れるね。どういう仕掛けのエレベーターや、これ。すごい。
ん？こっち行ける？鉄の扉があるがひどく、なんて？ひどく？あ、びくともしない。ほんまに。間違いにも程があるわ。丸いくぼみがある。わしの模様。あれじゃん。メダル入れるんじゃない？ここに。あ、ここにもそうじゃない？狼。戻るんか。ちょっと戻って取りに行くか。少しばかりカットかな。はい、戻るよ。はい、戻ってきましたよ。ちょっとね、一旦戻ってきまして、メダルをも取ってきました。で、ここに、なんだ、狼だね。これだね。使う。勝ち。で、反対側もメダルをセットしたらいいのかな。で、またこれ入れたら鎖野郎が出てくるとか、そういうことはやめてほしいな。水が抜けるの。おお、オープンした。わお。どっから入るんだい？ん、こっからか。あ、来たね。怖いんだけど。でも、あそこの扉入れないか。なるほど。じゃあちょっとこのエレベーターに乗ろうかな。エレベーターを使いますか。うーん、どうしよっかな。はい、使います。お、なんだこの斬新なアングルは。おっと、トロフィーをもらいました。真相を求めて。何ここ。え、警告文が書いてある。非常用の。だって噛んじゃった。行きましょう。下だね。研究室じゃなかったかな、確か記憶では。うっ、音楽超怖い。あ、インクリボいただきます。はーい、セーブできるよ。はい、セーブしましょう。ちょっとセーブします。 OK、 セーブ終了。インクリボンはもういらないので、とっとと捨ててしまいましょう。このアイテムボックスにポーン入れときます。さあ、では進んでいきましょう。やっぱり研究所だね。もう物語終盤戦だね。あと少し頑張ろう。扉の先にアテン。ひゃーひゃ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 。あー、腐ってやつがいる。あ、しかも箱生きてる。はい、さよなら。あ、グリハーブあるな。お、めっちゃおるやん。めっちゃおりますやん。左側は行けへんのかな。電子ロックがかかっている。なるほど。何、あ、 MO ディスク。はい、取っとこう。こっちに寄せて極力戦わない。逃げる戦法で下降りていきましょう。さよなら、バイバイ。じゃあこっち進んでいきましょう。扉の先に何があるかな。なんだろうな。あてん。ザとは。おお、怖い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 。いけない部分があるな。あー、これちょっと頭ショットガンでヘッドショット行きたいな。オッケー、やった。狂ったやつらはこれで。こっちもちょっと行こうか。オッケー、怖えー。
なんかいろいろあるけど怖いな。ここか？こっちも鍵がかかっている。動力エリアをしますね。マーク、なんちょかなんちょか。鍵がかかっている。ってことは動力エリアの何かをするんか。こっちやで、ね、さ、怪しい扉だね。開けてみようかな。何があるかな。お、マグナム弾があるんじゃないか、これ。見えてたで。ゲット！怖いね。怖いね。ここなんだい？おいおいおい。研究員のノートにより、T ウイルスの変種体が、なんかすごい難しそうだから適当に飛ばします。あ、クリムゾンヘッドしてるよ。はい、各自読んどいてくださいね。なんだ？ん？これは、ログインパスワードか。これはわかんないな。ログインダメーってなってるね。やめたいんだけど。はい。ちょっと調べよう、ここはね。うわー。うわー。はい、ありがとう。うわー。なんだ、これ光ってんで。あ、バッテリーパックゲット。わ、サンプルが。キモい、キモい。あ、怖い、怖い。ちょっとこのパスワードとあれだね、調べないとあかんね。あ、逆か、いけんぞこれ。てか、ちょっと調べるたびに出かけないとダメだね。ちょっと行きましょう。まだもう一つ行けるところがあるか。ちょっとそっち行ってみたいと思います。どこだ、こっちか。あー、これはヘッドショットしないから、あいつは発狂するな。さあ、この先に何があるか開けてみよう。あっぷ、救急箱があるね。ちょっと調べて開けておきましょう。パカ、一個かーい。一個かーい。これも？あ、いや、ありがとう。調合しておこうか。はい、OK。あ、こっちも行けないね。ロックされている。レバーのロックを解除すれば操作できるようになるのだが。ロック解除か。なるへそ、なるへそ。こっち入れんの。さあ、開けてみよう。何があるかな。おお、なんだ。X 線写真を撮りますか。あ、まだある、まだある。メモに走り書きがある。んー、電子扉はイニシャルと頭文字とアルファベットの並びとともに。ああ、そうですか。お、信頼なるエイダ、エイダ、今君がこれ読んでるということは、私はすでに私ではなくなっているということだ。あ、そう。軽っ。これに、私の名前でログインし、さらにパスワードを入力すればアクセスできるようにしていた。パスワードは、エイダ。君の名は、エイダ、エイダ。オッケー、オッケー。ちょ、これメモらなあかんやん、これ。パスワードは、エイダ。パスワード、アダ。オッケー。映像室にある、
地下2階のロックを解くには君と私の名でアクセスしたあとさらにもう一つパスワードを入力しなければならない。念のためパスワード X 線写真に暗号で示しておいたのだが、ジョンだね。ジョン、ん？ジョン、エイダ、喋れ。上野の方に名前記されている ET、これはどういう仕掛けだ。はい、押したよ。赤く光ってる部分がある。赤く光ってる。お尻の出る部分が最初で、気管か、じゃ食道か、食道、肝臓、肺の順番で、それのイニシャル、頭文字を取ったらいいのか。お尻の出口が C でしょ。で、食道の E。で、肝臓、肺。これでいいんかな？セルってなったけどね。笑いをベジータ滑らない話。これがパスワード、あれか？これでいいんかな？試してみるか。こういうことやと思うんやけどね。ちょっと行ってみましょう。だいぶ頭使ってすげえ頭使えてるぞ。戻りましょう。一旦戻ってきたよ。ちょっとパソコン作業しよう。ログインが、ジョンでいいんかな。じゃあ NNN あれ N がない。あったあった。であった。これでいいんか。お、来た来た来た。パスワードセル、このボタンでいいかな。あれ L がない。あるわ。どうだ。来たー。おい、やったね。あ、オープンした。あー、そこね。3階も。開いた。 B さん、はい、開いた開いた、やったね。ここかここか。 B さんだから、 B さんどこが開いたかな。え、どこが開いたんだ。あ、よしよし、ちょっと一旦戻ろうか。いやー、なんか冴えてたね今日ね。よかったよかった。まあ一回プレステまでやったってのもあるかもしれへんね。なんかでも、あ、でもなんかあのエリアでなんか謎解きしたような気がするな、そういえば。どこが開いたんだ。右側の部屋まだ行ってないな。行ってみましょうか。さあ、新しい扉を開けたら夢があるかな。おお、びっくりした。ゴキブリにビビったわ。お、なんか音がする。
びっくりした、もう分かったわ。お疲れさんです。ファックス受信先衛生管理部門、このメモ関係者以外のモモがモノマママシャ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 。へえ、そうなんだ。おお、すごいな。らしい。セキュリシステム、パスコード、送信機のようだ。お、ちょっと待てよ。持ってんぞ。ケチ。あ、一個いった。よしよし。もうね、さっきからね、ずっと積もってたんだよね。ディセルト。え、ちょっと待って、めっちゃ怖い、怖い。それはあかん、怖い、怖い。ちょっと待って、怖いわ、それは。いけないよ。スライドフィルターを取りますか。はい、取ります。火炎弾があるな。火炎弾、ファイヤーグレネードがあるぞ。オッケー。これ取ってみようか。入っております。燃料持ち運び注意。これはなんか電流取ってくるんだな、これ。なるほど、これはちょっと危険だな。ちょっとわからないぞ、何が。スライドフィルターをゲットしたね。さっきですね、プロジェクターでなんか見る場所があったんですけど、そこでちょっと積もってたんだよね。どうしたらいいかなっつって、これか、これをなんかするんじゃないかな。ちょっと行ってみましょう。早く開いてオープン。今カチャカチャ、ごめんなさい。あかあかあか、やめろし。お疲れ。危ない。危なかった。お汁結構食らってたぞ。焦った。よし、ここのエリアの腐ったやつらは一応倒したね。なんとかできた。あとこっち上の白衣のおじさんがいつになったら復活するかが怖いけど、まだ大丈夫だね。回復しとこう。よいしょと。常に体力はフルにグリーンにしとかないとダメだからね。ここでね、ここさっき行ったんだけどね、ちょっとわからなかったんだよね。で積もってたっていう状況なんだけど、でもう一個行ってないエリア行こうかなと思って行ったっていう感じでございます。これかま、これをかますんかな。あ、そうだ、来た来た。ケルベルス、ネプチューン、ハンター、タイラント、右側に、ウエスカー。8462、8462、メモロ、8462、これか、これがね、ここ、これこれ。パスコードを入力する端末があるんだけど、これが分かんなかったんだよね。これか、8462。あれ、来てやったね、開いた。救急スプレーがあるな。ここが行くんか。お、鍵があるな。ケネスのフィルムが見れそうだ。再生しますか。はいはい。ああ、これ一番最初。なんだ。あ、ついて、寄せ。あ、やめろ、来るな。ああ、最悪。ああ。なるほど。あ、もういいわ。撃てたけど全然当たってへんかったやん。あ、研究所の鍵。あ、ゲットした。電気を示すマーク。はあ、てかどこだ。
まあいっか、救急スプレーはいいか。ってことは行ってないところっつったら下か。ちょっと下行ってみましょう。あペン。まだ生きてんかな。まだか。もうこの白衣のおじさんにすげえビビってるわ。ちょっと下行ってみましょう。はい。なんだろうな、怖いな。あるとしたらこの下だろうな。こっちでしょ。これは、あ、開く。ちょっと待って、ここ入れる。入ってみましょう。怖いな怖いな。扉に何があるのかな、先に何あるかな。登れる。おお。ちょっと待って、ちょっと待って。キモい、キモい、キモい。キモい。焦った、無言になったわ。あ、この部屋に入ってきたんか。アングルが怖いわ。待って、来て、来て、おい、お疲れさんです。ハエがこの野郎。もう、怖え。硫酸弾持ってきてよかったわ。ここは何もないんか？サービスイター開かない。お、また新しいのが来た。あ、ちゃうちゃうちゃう。ほんで反対側来たんか、これもしかして。あ、来た来た、これ持ってる、あと1個。はい、どうぞ。あー、あと1個。あ、でもパスコード1個持ってたよな俺、そういや。こんなもんか。ここ怖えよ。くちょくちょ言ってるもんだって。すげえビビるわ。ここここだけのもんか。ん、押せる。あ、押せる押せる。あ、弾があるな。弾ゲット。こっち側行けますか。あ、行けたね。あ、必要ない。はあ、そうですか。ちょっと進んでみましょうか。さあ、ちょっと怪しいエリアに入ってきたぞ。あってんだよ。で、ここ開けれない。こっちは？あ！エレベーター動かない。電力が供給されていない。あー、ここはなんかそんな、なんか見覚えがあるぞ、ここは。ってことは、ここ先進むって感じか。ここはなんだ？記憶が確かなら、ここ、癒しの場所じゃなかったかな？ああ、そうだ、癒される。ああ、久々に聞いた。頭が結構ある。ありがたい。ショットガン弾もあるね。全部取っておこう。はい、ということで、キリがいいとこなんでね、今日はここら辺にて終了したいと思います。で、次回はこの下の方のねエリア進んでいって行きたいなと思いますので、また次回も
もうあと1回か2回ぐらいやったら終わりかな、ジル編も。はい、ラッシュかけて終わりたいなと思いますので最後までお付き合いいただけたらと思います。今日はここにいて終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。じゃあね、セーブして終わります。